行きましょう。じゃあ、スーパーボールの行きましょう。はい、じゃあ、一旦。まあ、まあ、ああ。何出してきそうか、何出してくるかな、まだまだ未知数ですよね。はい、行きます。このメンツ行きます。サンダー、ミルタンク、リザードン、カメックス、なんと御三家2体いるという。はい、行きましょう。もう全くまた違うメンツだけどいいんですかね、アルサンジゴさん。いいですよ。まあ、あれ同じ、うん、先生から、いや、あれ先生じゃないのか、これ同じ。大好きクラブ、大好きクラブ、あれ大好きクラブからだっじゃなかったよね、さっき。うん、だから春菜全然違うね。うん、顔は一緒でも。モンスターボールとハイパーボールが一緒一緒なんだ。あ、そうなんだ、うん、じゃあスーパーボールとマスターボールが一緒なの。うん、あ、そうなんだ。人がね、でレベル、あのモンスターがちょっとすごくなるっていう感じ。うん、ハリーセン、炎、炎、あれなんだっけ、あいつウツボットのボ、ツボ、ツボ、ツボ、なんだっけあいつ、ノーマル、ノーマル、クサクサ、クサクサ、ノーマル、水、水、気候、気候、水、オクタン、夜のズク、リザード、リザード、あーでも微妙だな。ミルタンクの我慢で。我慢よりも踏みつきが効きそうな感じするんだね。能力高いし。で、じゃあミルタンクする？ミルタンク、電気。いや、やっぱりリザ、どうしようかな。ミルタンク、リザード、サンダー。行きましょう。さあ、ミルタンクがどの程度強いか、ちょっとこの一試合目で、確かめてみましょうよ。確かめてみましょう。素早さもあるっていう話なんでね、ミルタンクね。我慢。我慢。あー、リザードでよかった。リザードでよかった。メロメロ。メロメロ？それ当たるかなんだよ、問題は。当たるよ。当たる？おー、いいね。で、どうなの？うわ、眠り！やべえ。なんでメロメロしててもこっち。効くんだってだけ、結構意外と、あ、でも意外と効くんだって、これ。冷凍パンチだ。いや。草でしょ？草。氷効くんだ。効くよ。じゃあいいや、もう、前回して。多いね。どうあれ、なんでメロメロしてても。聞くんだって、だから言ってんじゃん。よいしょか。なんでだ、でも俺の時は聞かなかった。まあ、分かった。冷凍パンチ。どのあたり、どんぐらいの頻度で聞く？まあ。ダメじゃん。なんで？なんでだよ。ダメじゃねえか。あ、でもやっぱミルタンク防御力高いわ、さすが。うん。うん。ミルタンク意外と強いぞ、これ。うん。ただね、ノーマルだからね、その、弱点はあまりつけないっていう。あれはあるね。うん。うん、ただミルタンクのこの防御力ちょっと、結構いい。いいですね。あ、これも氷でいい。氷でいけるし。いいね。早い、しかも。この、速さ。あれ、でも、ちょっと、特殊攻撃がないっぽいな。ちょっと一旦踏みつきやってみ。うん。踏みつきとか攻撃力あるから効くかもしれない。吸収。まあまあ、吸収に当たったっていうのもある。光合成。あ、これ回復するよ。嘘。
どんぐらい回復する？全回復。うっそ！え、全回復じゃねえじゃん。あれなんで？じゃあ、見つけ。まあ、ちょっと、あれだね。死にそうになったら変えよう。うん。おー、結構効くね。意外とね、その、生き残るよね。30しかないもんね。ミルタンクはやっぱ早いし、その辺に魅力がありますね。でもミルタンクは全員女のはずだよね。絶対ね。この攻撃まあ。おひるんだ。踏みつけってひるむんだね。うん、いいね。やっぱ、いろんな意味でミルタンク持ってきてよかったかもしれない。なんか総合的にバランスがいい感じがするね、ミルタンク。メロメロも、まあ、いざとなったら、ね。うん。ただ、いざとなった時にしか使えないかも。メロメロ。でも、相手はなんか、ボツ。あれなんだ水でいいの岩じゃん。大丈夫。ノーマルだっけ、ね、ノーマルでも、防御結構ありそう。結構ありそうだね。殻があるから。あ、ほら、岩じゃね岩か。今のもう一回やってアンコールだ。アンコールか。だから、同じ技をしなきゃいけない。できない。あれ、リザードに変えちゃう。おいおいおい、何やってんだ。リザードに変えちゃう。リザードはダメだぞ。お、まあ、何本だから、まあ、お、結果俺だ。リザードに行こう。でも、当たんない。当たんないな。弱いな。本能のパンチ。当たんないよね。当たんない。当たんない。あ、そっか。こっちが早いの。うん。あら、これ、厄介だな。岩じゃな。うん。ノーマルじゃないじゃん。まあ、炎パンチ。多分効かない。多分効かない。全然効かないと思う。うん。まあ、効くな。あれ？今一つじゃなかった。今一つやな。あれ？なんだ、じゃあ。炎、ちょっと待って。岩って炎に普通に効かないよね。岩と、草か。あ、岩草か。いやー、調べてみない。まあまあ。どんどん行こう、どんどん行こう。もう勝たないと。翼、岩じゃ、岩だっつって。岩だって、だから。ノーマルが効かなかったんだぞ、お前。うん。ね。そうだ。岩じゃん。ノーマルが効かなくて岩じゃないわけないだろ。八つ当たり。鋼、でも、いや、鋼はない。って言った。よし、まあ、勝った。結構長引きましたね。長引きますね。一試合目から長引く試合になって、見てもらえた。優勝ですね。ちょっと、知らないポケモンも出てきましたね。金銀ながら、まだまだ、R35 も俺も知らないポケモンがいました。いました。いますね。はい、ここは、パーフェクト。メロメロ使えるよ。でも、なんか相手だと使えないんだよ。相手だとあんまり使えない。催眠術の方がやっぱり。とか、あれ、なんだっけ、混乱。怪しい光。怪しい光。案外そっちの方が使える。なんだよ、こいつは名前違うんだよね、多分。ゴロ。なんとかゴロ。ナオトじゃねえかよ。全然違う。だから、つける名前がゴロだよ。ああ、なるほど。うわ、メタモンとか厄介なやついる。変身できるよ。もう厄介なやつしかいねえじゃねえかよ。キングラ、アリア、アドス。もう、メタモンはもう、なんかね、もう、変身される前に怒り座で やっつけない。うん。はい、何でしょうか。あれ、リザードンって雷パンチもあるんだよね。うん。いや、炎のパンチ。あれ翼よくしか。
カメックスで行こうか。カメックス。初手カメックス。あ、でもアリアドス。アリアドスって。虫毒。虫毒。鬼ドリル。電気格闘あと。電気格闘。サンダー。カメックス、どうする？最初。でも、キングラー出てきたら、あんまり後悔もない。ねえ。キングラー。まあいいや、行こう。メタモン来んなよ、メタモン。メタモン。メタモンは厄介。マジで厄介だからな。ああ、よし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 。ハイドロポンプ。まあ、その、カメックスの能力値にかけるわ。炎の方が良かった。炎の方が良かったけど。ああ、もう。やばい、ハイドロポンプ5回しかできねえんだ、そういえば。うん。引けよ。引けよ。お、効いた。あー、でもそんな効かねえな。でも結構効くよ。ヘドロ爆弾めっちゃ効かない。ヘドロ爆弾がこんな効くの方が意外だ。よし、効いた。よし。46しかない。うん、意外と残らなかったね。意外と虫強いっすね。ヘドロ爆弾意外と強いな。あ、キングラー。あ、キングラーか。じゃあ変えよう。電気。キングラーってこんなでかかった。うん。キングラー、大きいな、キングラー。カメックスよりでかくない？サンダー。サンダーですね。どう考えてもサンダーですね。ここでポケモンを交代します。なんか、レベル上がってない ?54 だぞ。54だ。ちょっと54って何よ ?4 も違うの。怪力が。意外と効きそう。だ、レンタルじゃあだになる。レンタルじゃあ、レンタルあだになりますね、こっから。おい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 。おい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 。あ、ええじゃねえかよ。お、でも、おい、やっぱり攻撃力ありますね、サンダー。特殊ね、特殊が意外と。うん、ここでどうします？メタモン。うわ、出た！最悪なポケモン来た。ちょっと待って、変身って早いの？だから、ここにさ、カメックスにしてからのサンダーだ。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。うん。ただ HP。HP ないです、全然。オコリザルが意外と防御力ないから。オコリザルの方が。それともサンダー、絶対、ちょっと待って。その前に削るっていうのは、削っても変身で戻っちゃう。戻っちゃうと思う。HP。うん。だから、カメックスにしてからのサンダーだ。いや、怒りざるにしてからの方がいいんだ。だって怒りざる、防御力そんなにない。でも、素早さ早いよ。あ、そうだ。それ厄介。厄介それ厄介だな。メタモンが来るとは、最悪なポケモンが待ってましたな。待ってました。雷で攻撃していいのこれ。どうしたトレーナー。変えよう、じゃあ、カメックスに。お前の言う通りにしてるわ。だって、さあ、こっからが勝負になりますね。でも、HP 低い。おい、大丈夫かよ。HP 大丈夫じゃない。HP が大丈夫じゃねえんだよ、全然。ただ、1体だからさ、あと。うん。先に、怒りざるするって手もあるからね。HP はあれなんだ。増えないんだ。やっぱサンダーで一発やっとけばよかった。サンダー。いや、だから捨ておくんだ。はい、よく。捨ておこう。
あれどっちが早いの？こっちが。嘘。しかもなんで泥かきしてきた？命中に。命中に。ハイドルポンプすればよかったよ、みんな。あれ、相手な。うん。お、効いたね。まぁ、あ、少し減らしとく。あれハイドルポンプ来るかな？まぁ、あ、いいや、わかんないけど。さあ、どうだ？技の。うん。いや、もういいんだよ。どっちしろ負け。カメクサ捨ておかないといけない。さあ、もう一発効くかどうか。ああ、こう効かない。うわ、やめて。行って、しかも泥かけかよ。よいしょ。じゃあ、こっちも同じことしようぜ。泥かけ。あれ？外れ。はい、外れません。あれ、どっちが早いの？カメックスと、あれは？どっちだろう。わかんない。わかんねえのかよ。サンダー。まあ、とりあえずサンダーを、で、一発雷を当てること、非常に大事。あれ、もう、あ、もしかしたらタイプ変わんないかも。あ、そんなことない。今一つだったよな。うん、お！よし！一発当てろ！これでかい。これ。マジかよ。当たんない。はい、当たります。もう、しっかりしてくれよ。サンダーちゃん。怒りだ。カメックスと怒りだ。さあ、どういう試合になるか。ハイドルポンプ効いちゃう、結構。結構効くぞ、絶対。あ、でもハイドルポンプあっちも MPP が、もうそろそろ。限界。お、お。あ泥かけ。よし！よし！勝ったか。でも。ああ、でも命中率やべえ。命中率やだ。ここで当てるからどうコリザル。しっかり当てろよ。よし！当たった！よっしゃー！なんとか。おー、よかった。よかった、よかった。サンダー意味確かにメタモンをあれした方が良かったけど、サンダーが効かなきゃ意味ねえんだよ。さすがコイザル早い。やっぱ早いは大事だね。もうこっから結構きつくなる。さあ、きつくなってきます。でもこの試合はギリギリだったね。うん、2試合目からギリギリだよ。水だ、水。でもカポエーダー。水にユンギラーか？ベロリンガとか痛いっすね。カメ、キレイ花も怖い。なんで、皮膚キアローなのに草なんだ。そうだ、皮膚キアローなのになんで草なんだよ。確かに。リザード。いやいや。あ、でもカポエラにもね、有効だしね。格闘だよね。ベロリンガは、まあ、格闘だかな。でも、誰から来るかわかんない。わかんないっていうのはね。まあ、カメックスだ、防御力高いから。いいよ、カメックス。こいつだった。はい。はい、いいでしょう。綺麗花から来たら、まあ変える必要はあるね。うん。眠り子だとか絶対してきそうなんだよね。うん。ちょっと怖いね。悪化の実、誰にも出してんだよ。わかんない。まあ、ハイドロポンプにしとく？でも PP があんまりない。うん。HP。PP だよ。PP が。5しかないから。はい、どうも。まあ、一発、暮らしておきますか？うん。おー、4バレ。熱くなるんだよ。水攻撃の攻撃があんまり効かなくなる。あ、そうなんだ。
リバトルに観客の興奮も大いに高まっております。何してきそう、舌で舐めるとか、何してきそうだろう。日差しが照りつけております。ここポケモンスタジアム、私指名してサングラスをかけさせていただきます。カンナ、ちょっと待って、ファイトポンプは絶対いるから、かよ、怒り猿だな。耐えるか。耐えなさそう。でも、カメクサいるって、他のモンスターが来た時。うん。はい。これ、これ。今、両者戦闘態勢に入って、ここでポケモンをチェンジです。いや、ハイドポンプ当てられないんだろうな。ああ、なんだろうな。運に味方してない。ん？お？何がしてんだ？草だ！草！草来い！よし！よしよしよし！これはうまいこと言ったな。じゃあ格闘だ。いけ！よしよしよし。あー、なるほど。微妙だね。意外と。ええトラビー。え、なんで一発でできるの？日本バレ？日本バレ。うわー、効くぞ、これ。うわー、危ねえ。耐えた。リザード、リザード。リザード。リザード、リザード。相手考えますね。なるほど、ソーラービームがしやすい環境にしたわけだ、日本バレで。うん、そういうこと。外れないの、ソーラービームって。外れない。二重機。多分攻撃変えてくるから、翼で撃つにした方がいい。炎タイプに変えてくるからって。じゃあ、うん、翼で撃つ。あれ帰り込んだった。ごめん。それでも効果は。あれ、なんで生き残んの？うわ、出た、しびれ粉。行くな。はい。まあ、いいでしょう。各々パンチの方が良かった。まあ、いいでしょう。いいよ、なんでもいい。あれ？お前言ったやん。え？あれ？あ、でも結局ソーラービーム。ああ、からしびれて動けない。結局ソーラービーム好きだからいいんだ。いいよ、このままでいいよ。うん、効かないから。全然効かないから、リーダーと。ソーラービーム。ちょっと、麻痺つったって、いけるでしょ、大体。リーダーとちゃん。うん、やったってた。次多分炎タイプ。まあ、あえて翼で撃つっていう手もあんだけど。あれ？ユーリンのか。じゃあ捨ておかずに行こうか。うん、行こうか。炎パンチで行こう。日本バレか。あれ、炎効くようになる。効くようになる。本当に？ソーラービームとかじゃなくて？おお、来ますね。うん。おっと、食べ残して体力を回復しました。両者とも大健闘です。ん？シャドーボール。あ、今度は。お、ああ、いいね。リザードの防御力いいね。いいです。あ、嘘、残ったか。痛いね、残るか。木の実さえなければ。いや、木の実なくても、まあ、同じもんだな。まあ、レベル50なんで、やっぱり同じもんなんだね、木の実とか。ボール、そんな効かない。うん、やっぱり結構耐える能力あるよね、うん、ザードンね。よしよしよし。
出せるポケモンは一匹しか残っておりません。さあここでマグカイドの登場。ほらやっぱりこれで最後のポケモンになって、水だ。最後だよね、もう最後、最後だよね。うん、いいよ、帰る帰る。うそ、カメックスいっぱいで、いっぱいあるんだからいいでしょ。うん、戦う構えに入って、ここでポケモンを交代します。で、何してきそう。日本馬です。日本馬ね。ほら、ほら、よかった。この攻撃まだ左足し、なんとかね、これでね、ハイドポンプを残してるから、オッケー、オッケー、これで勝ったでしょ。でも、日差し強いとあんまり、まあ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 、それでも効きますね。よし、2回。え、何これ今。モンキーオブ。まあ、ここでも、まあ、アイドルポンプしかないのか。はい、どうか。泥かけで、泥かけでくれ？泥かけ。泥かけ、最後。え？え、自信。え、なんで？早いね。どうした？おー、カメックス強い。カメックスいいね。よし。よしよし。オッケー。これで勝者決定です。いいですね。いいですね。おお、しかもここでコンティニューでかいな。うん、うまくやりきったおかげです。さあ、順調順調。いいじゃないですか。